男の飲酒とタバコがもたらす悪影響。飲酒とタバコ一緒になってますけど、害の度合いが全然違うので、はい、本当は分けて話したいところですけどね、うん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 、毎日の飲酒、タバコ吸われる方も多くいらっしゃると思います、はい、過度の飲酒やタバコを吸うこと、はい、健康上の部分での注意というのはよくあるんですけれども、肺がんとかその心臓病、肝臓病とかもいろいろ挙げられますけれども、はい、男性機能に対しての悪影響っていうのをですね、教えてもらいたいと思うんですけれども、はいはい、お酒とかそのタバコを別々に話したいところとはおっしゃってたんですけれども、はい、男性に対してはどういったこう影響が考えられるんでしょうか。タバコの一番の影響は血管を細くさせてしまう、うん、血管を細くさせてしまうイコール老化ですからね、うん、老化を早めてるんですよね、タバコ自体が、うん、血管を細くしてしまうと ED 症状出ますよね。血流が悪くなると勃起力が低下する。はい、お酒が ED は直接的にはないっていうか、まあ、大量に飲酒って結局すると立たないじゃないですか。男性なら経験あると思うんですけど、はい、それ性的興奮を抑制させてしまいますよね、逆に過度のお酒は。飲みすぎると本当全く立たないっていうケースほとんどですよね、うん、はい、お酒を飲むと鈍い感じもしたりするんですけど、一時的なものですけどね、タバコはもうずっと積み重なってるものなので、はい、年数とかが多くなってくるとよりそういった症状は出やすくなってくるということですね、はいはいはい、他はどうですか、勃起不全以外、ED以外では。まあ、タバコと、まあ、お酒、まあ、テストステロンを下げる、タバコからで有害物質はですね、活性酸素っていう物質、これが老化の原因一番言われてるんですけど、うん、活性酸素っていうのが体に蓄積していくものでは体から除去できないんですよ。それが結果的には老化を早めて、まあ、テストステロンの分泌を抑えたりしてしまいますね、うん、テストステロンが下がると、まあ、男性機能下がります。もう ED 症状も出てきますし、はいはいはい、お酒は実際どうなんですか。これはお酒とね、テストステロンはね、適量のお酒だったら高めるとも言われてますので、あまり影響ないと思います、ね、そうですか。もちろん過度な、ね、アルコールはマイナスに働くので、うん、毎日飲むっていうのは僕は良くないと思いますね、はい、週に 2,3 回程度が適量だと思いますけどね、うん、最近こう男性ホルモンが低下してきて、勃起力が低下してきて、結構その辺は関連性はあると思うんですけど、こちらのチャンネルでもその男性ホルモン値を高めるということで、食生活とか睡眠をしっかりとるとかっていうお話もまあ結構たくさんしてきてるんですけど、意外とそのタバコを吸ってたりする方も多かったりするので。そうですね、タバコは絶対禁煙した方がいいですね、もしそういうテストステロンが下がってることを感じてらっしゃるなら、お酒がどのくらい飲むかも考え直した方がいいですよね。毎日飲まれてるならそれ減らすとか、そういうことを変えるだけでも変わってくるんですよね、うん、でお酒がないと寝れないってことで飲まれる方も多いんですけど、はい、逆にお酒で睡眠浅くさせてるんですよね。同じ時間でも睡眠浅くさせてるので、うん、その寝てる間にアルコール分解するのにすごいエネルギー使ってるんですよね。それを結果的に睡眠が浅くなっちゃうんですよね、はい、浅くなると、まあ、テストステロンの下げる要因にもなるので、うん、まあ、その辺も関係してきますから、飲酒量も、はい、テストステロンが下がってったら感じてるなら考えた方がいいと思いますね。しっかり寝てても結構疲れが残ってしまう、はい、そういったところにも影響するっていうことですね。伊藤さん、普段お酒はどうですか、飲まれます？毎日ですが、めちゃくちゃ寝るもんね。めちゃくちゃ寝ます。すごい。疲れ溜まってないですか？すごい元気ですよ。元気だよ、伊藤さん。なるべく睡眠を多くとって回復してるみたいな、そんな感じなんですか？タバコはアイコスとかもダメですか？電子タバコと普通の紙タバコの違いとしては、両者にはニコチンは入ってるけれども、はいはい、パールが入ってない、はいはい、入ってるの違いみたいなんですけど、はいはい、パールは有害物質ですよね。まあ、排気ガスをずっと吸ってるよみたいなもんだから、パールとかその辺は電子タバコは抑えられるんでしょうけど、まあ、ニコチンは血管を収縮させるんで、老化を早めるというのは変わらないですね。なるほど。じゃあその点に関してはまあどっちも同じってことなんですね、はいはい、ED そしてテストステロンの低下というのを挙げられましたけれども、他はどうですか。何かがんですよね。肺がんとかねイメージしやすいですけども、うん、適度のお酒は問題ないんですけども、はい、過度のお酒とタバコは前立腺がんのリスクを高めるっていうのは、はい、国立がんセンターもこういうのをホームページに載せたりしてますので、はい、お酒はでもすごい量じゃないと悪く影響しないんですけど、はい、タバコは少量でもそっか、前立腺に行くわけですね、はい、前立腺がん過去に患ってたとかっていう患者さんも、まあ、それなりにいらっしゃいますから、はい、男性特有ではありますが、はい、そういった症状もあるということですね、はい、いわゆるその前立腺なんですけれども、はい、前立腺がんになって全摘出して、はい、それから勃起をもう全くしなくなってしまったっていう患者さんも中にはいらっしゃるんですけれども、はいはい、前立腺を摘出すると勃起自
体はもうしなくなっちゃう。あの前立腺がんのそばってもう神、はい、勃起させる神経が通ってて、がんっていうのは基本的に全部取らないと意味ないので、はい、一緒に神経もやられたりするんですよ。なるほど、はい、そうすると勃起しなくなっちゃうんですね。そういうことなんですよ。なるほどなるほど。そういうリスク取りたくないから手術をやらないで放射線治療とか行う方もいらっしゃいますけど、僕はその前立腺がん の, その標準的な治療までは詳しくは知らないですけど、はい、まあ、進行がんとかは今でも多分手術が第一選択だと思います、うん、あ、そうすると勃起障害が出ますね。勃起しなくなってしまうっていうのは精神的にもやっぱりダメージ大きいですよね、はい、そういった部分も予防するためにもなるべく生活習慣、まあ、タバコとかって、ね、控えるべき。タバコはやめるべきですね。 あとまあもう一つはやっぱタバコ、まあ、免疫力を下げるとも言われているので、はい、性病とかにもなりやすい、うん、一般の方よりも性病に移りやすい。ショックですね。なんでタバコはね、あの本当に100やって1人もない。うん、確かになんか今の話に詰まってますね。もう一つマイナスなのは仕事してる人間の中ではですね、まあ、タバコがもう良くないっていうのはみんな知ってることじゃないですか。そうですね。それなのにタバコを吸い続けてるっていうのは精神的に弱い人と思われて一緒に仕事したくないとか、そういうふうにアメリカも完全にそうですし、日本でもそういう風になりつつありますよ、はい、感じますけど、それは、はい、男性が、まあ、その性機能をまあ維持するっていうことを考えると、生活の中では酒もタバコもやらないというのが一番いい。いや、まあ、お酒はね、うん、あの適量はもう全然問題ないです、うんうん、まあ、飲みすぎが良くないだけだって、はいはいはい、うん、お酒は適度に、そしてタバコはやらないというのが、うん、男性としては性機能とかっていうのを維持されるためには大事な方法の一つ。そうですね。ということで、はい、ですかね。テストステロンを高めるとか、勃起力を改善するとか、いろいろな話はこれまでもしてきましたが、生活の一部となっているようなタバコを見直すきっかけとして、見てもらえればとは思います、はい。ということで、今回は男性の飲酒とタバコがもたらす悪影響ということでお話ししていきました。この動画参考になったという方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。